皆さん、こんにちは。食べることは生きること、笑うことは満たすこと、食育プロデューサー、中村しおりです。皆様にお聞きいただいているスカイウェーブ FM。こちらは、千葉市で初となるコミュニティ FM で、2011年の東日本大震災をきっかけに、いち早く災害情報を伝えることを目的として、千葉市と防災協定を結び、2021年に開局いたしました。 有事の際は災害情報第一優先で皆様にお伝えいたします。災害が起こった時、一人でも多くの人に聞いていただけるよう、歌手やタレント、俳優、声優など、様々なジャンルの番組発信をしていらっしゃいます。お聞きの番組、中村しおりの食育防災ラジオは、そんなスカイウェーブ FM さんの思いとともに、食育と防災をテーマに、 美味しく楽しく備える情報をこちらの京成ローザスタジオからお届けいたします。ということで今週も始まりました。中村しおりの食育防災ラジオ。いつもお聞きくださりありがとうございます。もうね、すっかり夏も中盤ということで8月に入ってしまいました。今日は8月5日ということで早速今日の食べ物記念日についてお話ししたいと思います。 またね、この8月5日っていう日ね、 いろんなね、記念日があるんですよ。まあ私のイメージだと、8月5日だと発酵女子っていうね、私前発酵食のなんかこう、プロジェクトをやってた時に発酵女子って作っていて、なんかその発酵もね、思い出すんですけど、発酵食品の発酵ですね、思い出すんですけれども、8月5日、まずは親子丼の日、もうこれみんな好きじゃないですか卵と鶏肉を使った親子丼の美味しさをさらに多くの人に知ってもらうのが目的ということで、 なんで8月5日なのかというと、おやこが、おが0でやが8、こが5っていうことで、おやこ085っていう語呂合わせと、夏場のスタミナを、スタミナ食として食べてもらいたいっていう思いから8月5日になったそうなんです。親子の日覚えやすいですね。そしてね、8月5日、これも覚えやすい。やっこの日。やっこ。 豆腐ですね。冷ややっこのやっこ。全国の食卓で健康食品として親しまれている豆腐を夏には冷たくて美味しい冷ややっこで食べてもらうのが目的ということで、日付はやっ 8と5の語呂合わせから今日はやっこの日だそうです冷ややっ,こって、なんかこう、ちょっとね、定食とかについてると嬉しいですけれども、なんかこう、メインできても美味しいですよね。私ね、もうね、薬味をいっぱい乗せて食べるのが好きなんです。皆さんね、冷ややっこのね、好きな食べ方あったら教えてください。最近はね、納豆乗せたりとか、キムチ乗せたりする方もいらっしゃいますよね。バリエーションいろいろできると思うんで。ちなみに、私が作った以前、防災 最食の、あの、豆腐メニューで、あれがありました。酒フレークって皆さん知ってますかありますね。瓶に入ってる。あれのサババージョンがあるんです。サバフレーク。もうね、その豆腐にサバフレークと紅生姜をちょっと乗せて食べると、常温のもの同士で組み合わせて、一品おつまみが完成するので、ぜひそれも食べてみてください。そして8月5日、世界ビールデー。 2007年にアメリカのカリフォルニア州サンタクルーズにて始まったそうです。友人たちと集まってビールを楽しみ、ビール製造に関わる人たちに感謝をする日ということで、世界ビールデーというものが作られたそうです。なんか皆さん、当たり前のようにビールをね、夏になって、まあ冬でもね、飲んでますけど、夏なんか特にビアガーデンとかあるぐらいなので、ビールってね、なんかこう夏に欠かせないってイメージがありますが、こういうね、世界ビールデーがあるってことは、今日は皆さん、より感謝 感謝してより美味しく飲んんでいいいいいたただけたらいいんじゃないかなかと思いますそしてもう一つ、これね、私絶対今日話したかった。8月5日、パピコの日ということで、江崎グリコさんが制定しています。大切な人とパピコを分け合う日として、二人でパピコを分け合い、前向きで明るい気持ちも分け合ってほしいとの願いを込めて、日付はパピコの語呂合わせの8月5日になったそうです。 大切な人とパピコを分け合う日。もうね、ちょっとなんかウェディングにも使えそうじゃないですかもうすごく素敵ですよね。なんかね、このパピコって私すっごい思い出があるんですけど、なんかね、このパキって回ってね、人と食べるじゃないですか。で、いろんな味あるじゃないですか。皆さんどんな味が好きでしたパピコって今めっちゃいろんな味があるんですよ。なんと今出てるのはパピコホワイトサワー。ホワイトサワーカルピスみたいな味なのかなホワイトサワー。そしてパピコの梨。 梨 <laughs> 味。パピコ。キウイ。キウイもね、果物があるんですね。あと、パピコ。マスカット。マスカットオブアレキサンドリア。これ多分品種ですね。マスカットの品種。アレキサンドリアっていうね、多分品種のすごいパピコがあるそうです。あとは、大人のショコラ味のパピコとか、あとデザートベジ。これ野菜なんですね。紫芋のパピコとか、 かぼちゃ味のパピコとか出てるそうなんです。すごくないですかちなみに、定番のチョココーヒーありますよね。私はこのチョココーヒーで育ちました。もうね、温泉行った後とか、もうほんとドライブの時とか、夏祭りの帰りとか、まあなんかこうね、とにかくちょっと、ちょっとした特別感の時にはいつもパピコ。 で、夏の部活の帰りもよくパピコ食べてました。なんかね、私ね、パピコって名前を見た時に思ったのが、そういえば青春時代に寄り添ってたなって <laughs> 思ったんですよ。多分こういう人多いんじゃないかな。無意識に寄り添ってくれてたのがパピコだった気がします。ぜひね、一年に一度のこの食べ物記念日、今お伝えした、まあ、冷ややっ子もそうだし、親子丼もそうだし、ビールデーもそうだし、パピコもそうだし、ぜひ楽しんでみてください。 さあ皆さん、今日のテーマ、じゃじゃんお弁当ですパチ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 めっちゃ突然ですけれども、私ね、もうずっとこのテーマでね、お話がしたかったんです。なぜかというと、なんかお弁当って聞くだけでワクワクしません <laughs> なのでね、多分夏休みの方も多いと思うんですが、OL さんとかね、普段ね、あの学校に部活があったりするとお弁当持ってって方もいると思うので、夏休みの間にネタをストックしたい方、そしてね、あの、あ、それいいな、明日早速作ってみようって思う方、ぜひね、このね、お弁当のこの時間をね、今日はテーマにしていきますので、使ってくれたら嬉しいなと思います。まず、皆さん、そもそもお弁当、 って多分なななんんんかか度は経験したこととあるんじゃないかなと思うんですけどどんなお弁当のおかずが好きでしたこれですね、いろんな方にね、あの、これ質問ボックスで投げたんです。で、皆さんからね、どんなお弁当が入ってたら嬉しかったっていうのをね、ちょっと聞いてきました。まあ、一つずつね、ちょっと紹介していきたいと思います。まず、これ、もう定番ですね。これ私も入ってたら嬉しい。卵焼き。 これはですね、卵焼きって皆さん、お弁当によって違うと思うんですよ。作る人によってね、お母さんが作ってくれたお弁当によって違うと思うんですけど、何が好きですか甘めが好きですかそれとも、ちょっとしょっぱいのが好きですかそれとも、だし巻きが好きですか あと、具だくさん入りのやつが好きですか皆さん何が好きでしょうどんなの覚えてますなんか私は、あの、小さい頃からうちの母が作ってくれるのは、結構ね、甘いのもあったし、具だくさんもあったんですよね。で、あの、甘いのは私は個人的に好きだったんですけど、なんかや、肉炒め、お肉炒めとかに野菜炒めがある時は甘かった気がします。で、あの、具だくさんの時は、なんかね、あれなんだろう、ちっちゃい小魚。 シラスみたいなのが入ってた時とか、あとネギが入ってるのもよくありましたね。で、なんかそういういろいろね、具を巻いてくれるっていうイメージがあったので、卵焼きってほんとね、一つに対してめっちゃバリエーションがあるので、皆さんの好きな卵焼きとかね、変わり種の卵焼きとかあったらね、教えてもらいたいなって思います。ちなみに私はやっぱね、お母さん作ってくれた甘いやつと、あのー、 おがやが作るんだったら、お弁当に入れてもらうんだったら、甘いやつか、その具が入った卵焼きがいいかなと思うんですけど、これ不思議で、自分が作るときってだし巻き卵なんですよね。これ不思議ですよね。あとね、私自分で作るときに青さを入れてよく作ります。青のりが入ったね、青さが入った、あの、卵焼き。なのでね、卵焼き一つにしてもいろいろありますね。そして次、肉巻きポテト。 これですね。これもう私誰が送ってきたかすぐ分かったんですけど、多分イモブの人ですね。あの、ポテトって書いてるぐらいなので。ね、これ、肉巻きがすごいね、意見で多かったんですよ。豚肉の野菜巻きとか、あの、この肉巻きポテトとかね、あの、えのきの肉巻きとか、そういうね、肉巻き多かったです。こんな であの、皆さんに一つ言っときますけど、肉巻きとかをお弁当に入れてくれる親なんて、相当手が込んでますよ。本当に感謝して食べてほしいと思う。だってね、肉巻きって自分で作ったらわかると思うけど、そんなにね、あの、簡単なものではないんですよ。ちゃんとお肉に下味つけたりとか、ちゃんとこうね、肉を止めて、野菜をね、巻いて肉を止めて、で、それを両面ちゃんと焼いていってね、甘だらのでタレでね、絡めていくとかね、 こう手間いっぱいあるのに、もう本当にね、すごいと思います。肉巻きポテト、えのきの肉巻き、そして豚肉の野菜巻き。 ね素敵ですね。皆さんはね、あの、あ、うちもこんなの巻いてたよっていうのあったらね、ぜひ教えてください。そして、唐揚げ。これも嬉しいですよね。わかる皆さん、唐揚げも卵焼きと一緒で、バリエーション多くないですか何の唐揚げが好きでしたなんかこう、もう、普通に塩唐揚げ。最近は塩唐揚げとかね。あの、普通のベーシックなお醤油の唐揚げもありますけど、お醤油の唐揚げも、ニンニクが効いてるやつとか、 生姜が効いてるやつとか、スパイシーなやつとか、いろいろあるじゃないですか。ね、どういう唐揚げがね、好きかなって思うと、私はね、もうシンプルに、なんかもう、母が作ってくれたニンニクたっぷりの、ニンニクと生姜でたっぷり漬け込んだ、 あの、もも肉のね、あのー、唐揚げがすごくね、好きだなって思います。唐揚げって、あるだけでご飯進みますもんね。わかるわかる。<laughs> 唐揚げ。でもね、これも言っときますけど、親が作ってくれてたんだったら感謝ですよ。揚げ物なんかめんどくさいんですから。なのでね、唐揚げの方もね、何人かいましたけれども、ぜひ皆さんのお家の唐揚げ何味だったのかもね、教えてもらえると嬉しいです。そしてね、もう一つ。これ、エビフライ。 もうね、わかるお弁当に入れると特別感あります。笑いって書いてありますけど、エビフライが入ってたら確かに特別感ありますよね。これ、普通のお弁当に入ってたんですか本当に。すごくないですかもうなんか私多分お弁当を何年作ってもらったかなエビフライって入ってたことあったかなって思うんですよね。なのでね、エビフライ。まあ、晩ご飯がね、エビフライだったらもちろん入ってる方可能性はありますけど、なんかあんまりね、揚げ物ってね、うちしなかったので、 こういうの入ってると確かに特別感あるし、嬉しいですよね。一本いるだけでね、テンション爆上がりなのでね、あの、作ってあげる側はね、ぜひ一本入れてみてください。相当喜ばれると思います。そして、はい、これはですね、生姜焼き。豚の生姜焼き。いいですね。これも美味しいですよね。豚の生姜焼き。私ね、あのー、昔から、ご飯に、あの、もう敷いてある。 肉とかを敷いてあるどんぶり系の食べ物が好きだったんですよ。 お弁当とかも、なんか部活の野球部の男の子みたいな感じですけど、なんかちょこちょこいろんな具材が入ってるっていうよりは、でっかいタッパーになんかもうご飯が敷いてあって、そこになんかもう肉がドドーンって乗せてあって、横に卵焼き添えてあるみたいなお弁当がすごく好きで、お母さんがね、なんかこう生姜焼き丼みたいなのを作ってくれてたのを覚えてますね。なんか中村家って面白くって、あの生姜焼きとか肉野菜、なんか肉炒めとかね、するときに、 チャリチャリっていう食べ物にしてたんですよ。なんかお肉のチャリチャリっていう食べ物。 なんかお母さんが独自で作ってて、今日はチャリチャリ入れといたからね、とかよく言われてたので、あ、今日チャリチャリなんだっていうね、チャリチャリで会話してたんですけど、なんかそれを一回インタビューで、なんか記事のね、雑誌のインタビューで私その話したんですよね。思い出のお母さんの味は、お弁当でよく作ってくれたチャリチャリです、みたいな話したら、へぇ、なんかそんな呼び方、なんかどんな食べ物なんですかって聞かれて、え、肉野菜炒めなんですけど、みたいな、みんな言わないんだと思って、中村家だけの言葉って、 ってていうのをそのそ時初めて知りましたお母さん、あなたの言葉です。<laughs> そうです。他の人は知りません。なのでね、中村家はいまだにね、チャリチャリっていう会話でね、ワードで会話してます。まあ、豚の生姜焼きをね、うちはそういうふうに呼んでるので、皆さんもね、結構豚の生姜焼きも私東京に来た時びっくりしたんですけど、甘くなさすぎてびっくりしました。鹿児島とかめちゃくちゃ甘い味付けなので、甘辛なので、東京ってなんか本当に醤油の味が効いてたので、ええー、これでご飯食べるのと思ってたけど、まあ、慣れるとね、 やっぱ美味しいですよね。ということで、豚の生姜焼きは甘くても甘くなくてもどっちも美味しいっていう結果です。さあ、まだまだ今日もお弁当のお話続きます。 さあ、今日のテーマはお弁当ということで、お弁当エピソードをご紹介しています。まあ、先ほどはね、皆様からいただいたエピソードを元にお話ししていたんですけれども、ちょっとここでね、私の思い出、お弁当の思い出エピソードをお話ししたいと思います。まあね、お弁当っていうと、私高校生の時にお母さん毎日作ってくれて、本当にね、感謝してるんですけど、うちは、 あの、介護もあったので、本当にお母さん仕事と育児と、あと介護。 本当この三つをね、ずっと循環しながら自分の時間もなく、本当過ごしてきたなっていうのは、つくづくね、未だに思うし、本当あの頃ね、なんかよく感謝っていうことまではしなかったような気がするんですね。当たり前のように日々過ごしてたから。でも今思うと、お弁当を作ることだってすごい手間だっただろうなって思うし、本当ね、感謝してます。ただですね、これお母さん、これ私この番組聞いてくれてるので、ちょっとね、別に反抗じゃないですよ。面白エピソードとして聞いてください。もう もうね、あの、うちのお母さん結構斬新だと思うんですよ。本当にちゃんとお弁当作ってくれるんです。いろんなの作ってくれて、もうそのね、お肉のチャリチャリも作ってくれるし、あの、私魚肉ソーセージがすごい好きだったので、そういうので野菜炒め作ってくれたりとか、まあ、もやし炒めがね、すごい多かった。もやしも大好きだから。で、すっごいいろんなものね、作ってくれてたの覚えてるんだけど、あの、びっくりしたのが、カレー弁当。 もうね、でっかいね、あの、多分ほんとめっちゃでっかいタッパーにカレーが入ってたんですよ。で、あの、今だからお母さんに暴露しますけど、私たちね、高校の時って、高校がバスで1時間ぐらいかかるとこだったんですね。 あの、自分の家からね、バスで1時間ぐらいかかる。なので、まあ朝はとりあえずお家でお弁当の残りを食べます。で、そのまま学校に着いたらもうその時点で1時間もかかっちゃうから、その時お弁当食べてたんですよ。 <laughs> その時点でね。なので、もう朝一でみんなで着いた瞬間にお弁当食べてる子たちだったんです。で、その時にもう朝一カレーなわけですよ。なので、とりあえず食べるんだけど、あの私はね、びっくりした。重みたいなね。弁当が重っていう上に、重い上にカレーカレーみたいなね。匂いもめっちゃするしと思ってたけど、まあ、みんなでね、お弁当食べてたの。で、その時にうちのカレー大好評で、本当に美味しいって言って、みんな一口だけって言ってるのに、みんな食べちゃうぐらいすごい人気。 でした今思えばねカレー弁当って斬新だなと思ったし他の人が持ってきてるの見たことない。<laughs> あともう一個、あのね、これ面白かったなと思ったのが、おでん弁当。<laughs> 入ってたことあります皆さんのお弁当におでん。うちのお母さんはタッパーにおでんを入れて、学校に持たせてくれてたので、まあ学校でもね、屋台開けそうな感じでしたけど、朝一ね、本当あの寒い山でね、おでん食べてましたよ。あの高校でね。今思えばね、懐かしいなと思います。そして、あのお弁当いろんなね、大好きなものもいっぱい入れてくれて、私ウィンナーが大好きだったので、 ウインナー欠かさず入れてくれたり卵焼きも、ね、欠かさず入れてくれたりいろいろしてくれたんですけど小学校の時のお弁当っていうかねちょっとさっきねあの一緒にねこの 遠足の話をしたのをちょっと思い出して、思い出したんですけど、鹿児島の遠足って、まあこれ鹿児島の方聞いてると、あーって思うと思うんですけど、遠足じゃないんですよね。普通遠足ってなんか原っぱ行ったり、動物園行ったり、なんかいろんなとこ行って楽しむイメージがあると思うんですけど、鹿児島の私の卒業したあの小学校って、歴史をすごくこう大事にする小学校で、西郷隆盛さんってね、鹿児島の偉人がいるんですけど、その方にちなんで、 なんか、西郷隆盛さんが歩いた道を遠足、まあ、遠足じゃないですね。遠行ですね。結局、そこを、なんかね、小学生の時に何キロも歩かされるんですよ。で、お昼のお弁当をみんな各地持ってくるんですけど、そのお弁当も、西郷隆盛さんが食べたものと同じものなんですね。なので、おにぎりが、白飯おにぎりが2個って決まってるんです。 塩味のおにぎりが2個って決まってて白飯。で、さらに漬物がきゅうりかたくあんって決まってるんですよ。で、飲み物も麦茶しかダメなんですよ。 そういう、なんかね、あの、そういう伝統行事が遠足だったんですね。なので、あの、遠行でずっとね、あの、道路を歩くわけですよ。西郷さんの歩いた道っていうのをね、私は小学生の時にずっと歩いて、で、やっとたどり着いてお昼ご飯食べるゴールは、西郷さんのお墓の横なんですね。西郷さんもね、まあ、賑やかでいいですよね。毎回ね、毎年毎年子供たちが来て、自分のお墓の周りでご飯食べてくれるんですけど、で、その時に、まあ、あの、おにぎりの大きさとかはね、規定が なかったので、白おにぎり2つっていうのは決まってたんですけど、まあ私はね、うちのお母さんはもう超真面目なので、やっぱ白おにぎり2つにちゃんと漬物、あのたくあんとかを添えるんですよ。でもね、他の子のお母さんとかはこっそりそのおにぎりの中に唐揚げを入れてたりとか、なんかウインナーが入ってたり、なんかちょっとおかずが入ってたりするわけですよ。 で、それをね、なんかうちのお母さんにね、いいなって誰々ちゃんちはね、あの、おにぎりの中に、ね、隠れてね、あの、あれが入って唐揚げが入ってたよとか、こういうの入ってたしおりもそういうの食べたいとか言うと、あなたはね、西郷さんと同じものでいいのみたいなね、なんか謎な説得をされてたのをすごい覚えてますね。だから、遠足って言うと、なんか多分お弁当とかね、おやつとか、ワクワクすると思うんですけど、私はなんか白飯二つみたいな。 <laughs> すごいなんか過酷な思い出があるので、皆さんもね、もしご当地でね、なんかそういう伝統行事のね、お弁当の思い出あったら、教えてもらいたいなって思います。あとはね、自分がお弁当を作るようになって、すごく気に入ってるのが、やっぱお花見の時ってお弁当を持っていきたいなっていうのはね、すごく思いました。 ね、なんかこうお花見って日本ならではというか、やっぱ世界中にそんなにないと思うんですよ。お弁当を持ってって、あんなピクニックで広げて、なんか食べるみたいなね。なので、 鹿児島なんか特にこのお花見スポットみたいなのがすごくたくさんあって桜を見るところもそうだしちょっと高台のあのピクニックする会場だったりとか公園とかねすごい広いゴルフ場の近くとかねいろんな公園あるのでそこでお花見するんですけど自分で作るようになって思ったのはやっぱなんか好きなものを大人になると入れられるじゃないですかそうするともちろん親が作ってくれてた学校で食べてたお弁当とか思い出のお弁当っていうのもおいしい 楽しいんだけどやっぱ大人になったからこそのそれこそエビフライ入れるとかねそういうなんかこう自分だけのカスタムされたお弁当っていうのがすごくね作るの楽しくなりましたね卵焼きも絶対私お弁当には2種類入れるようにしてますしあのウインナーもなんかあのパリッてするウインナーとあの赤ウインナータコさんウインナーみたいなウインナーも 二種類入れたりとか。あと、唐揚げも、あの、なんかね、これ、家で出たことないんですけど、憧れがあったのが、骨付きのやつ。なんか、皆さんわかりますチューリップみたいなね、骨付きのあの、唐揚げとかが、やっぱお弁当にリボンがついて入ってたら嬉しいなって思ってたので、ああいうのをわざわざ作ったりとか、お弁当って一つのテーマに絞ると、すごく幅広いなって思うんですけど、なんか、やっぱりあの、 はい、すごいね、なんか思い出がね、ありますね。そう。なので皆さんもね、あ、これそういえばお母さんの味だったなとか、あとそぼろ弁当も好きでしたね。そぼろも好きだったし、オムライスとかもね、好きだったので、皆さん思い出してみるとどんなの好きだったかなって、ぜひね、そういうエピソードもあったら教えてください。まあ、この後ね、まだまだ皆さんからいただいたお便りもご紹介していきたいと思います。 さあ今日のテーマはお弁当ということで、先ほどはね、私のお弁当エピソードをご紹介しました。お母さん、怒らないでね。<laughs> そして次は、また皆さんからいただいたコメントをご紹介していきたいと思います。皆さんの心に残ってるお弁当のおかず、何でしょうかって聞いたところ、これね、まあ今ちょっと私の話とリンクしますが、塩の効いたおにぎり。 わかるわー。このお弁当に入ってる、入ってる、お弁当で食べるおにぎりって、ちょっとね、しょっぱめがいいんですよね。味が馴染んじゃうから、味が薄くなっちゃうからね。なので、塩の効いたおにぎりってすごくね、いいなって思います。わかるわかる、うんうんうん。これね、ありますよね。海苔がね、なくていいんですよ。塩が効いてればいいんですよね。 かりますそしてね、ピーマンの肉詰めっていうね、のが来てるんですけど、ピーマンの肉詰めがお弁当に入ってたんですかそれね、めちゃくちゃ愛情こもってますよ。だってね、ピーマンの肉詰めって簡単そうで簡単じゃないんですよ。ピーマンを切って肉詰めるだけじゃなくって、肉自体をハンバーグみたいにして作ってくれてるので、結構手間かかってるんですね。これはね、 お母さんが野菜嫌いなあなたのために、<laughs> ピーマンにね、肉詰めをしてくれたんですわざわざ。<laughs> じゃなかったら、ただピーマンを炒めただけでもよかったのに、こうやって作ってくれたっていうのね、ちゃんとわかってください。<laughs> でもね、本当にお肉あるだけで旨みが増すので、お野菜食べやすくなりますよね。だからね、ピーマンの肉詰め入ってたってすっごく羨ましいです。ちょっとケチャップ乗せたりしてね、美味しくいただけますよね。 そしてね、あの、これね、すごい面白いなと思ったけど、チャプチェ。<laughs> 韓国料理ですけど、チャプチェが入ってたっていう方がいらっしゃいました。マジでチャプチェってね、どんな食べ物かっていうと、あの、韓国の甘辛い春雨なんですよ。春雨炒め。なんかね、春雨をお野菜と一緒に具で炒めたものを、チャプチェって言うんですけど、春雨も日本の春雨みたいな感じじゃなくて、結構麺みたいな太くてしっかりした、 あの、春雨の麺で、それをばーっとこうね、大量のごま油でね、ばーって炒めて、 お野菜と一緒に炒めて甘辛く味付けしたものをチャプチェって言います。こんなのね、お弁当に入ってたらそりゃ美味しいですよ。ご飯も進むくんですよ。だってね、チャプチェって油も固まらないから、多分お弁当で冷えたとしてもそのまま食べられるし、すごくね、羨ましいですね。韓国料理。このね、このチャプチェってね、メッセージくれた方ね、若いんですよ。20代のね、前半の女の子なんです。だからね、そりゃ、はい、お母さんもイからだなと思いましたね。<laughs> いやー、私も入ってたらめっちゃ嬉しいと思う。で、あとね、これ、わかると思ったのが、あの、あなたの好きなね、思い出、まあ思い出のね、あの、おかずなんですかって聞いたら、海苔っていう人。わかるわ。もうね、お弁当といえば海苔ですよね。だって、世の中には海苔弁があるぐらいだもん。海苔ってね、主役なんですよ。 皆さんね、海苔は脇役じゃありません。主役です。だって本当に海苔があるだけでおにぎりも美味しさ倍増するし、ご飯と海苔だけでも十分美味しいですよね。 で、しかも、海苔弁とかって、私ね、昔までは、なんかどっかでお弁当を買うって言ったら、丼物が好きだったんです。カツ丼とか、牛丼とか、そぼろ丼とか、もうなんか丼になってるやつが、まあ、楽だし、味がもう混ざってるし、美味しいし大好きだったんだけど、今は海苔弁とか買うようになったんです。幕の内弁当とか。 やっぱね、一つ一つのものに興味が出てきたんでしょうね。んかそういう、海苔が主役の海苔弁って、やっぱりね、あの、他の素材も、食材をそのまま生かしたものが多いじゃないですか。鮭が焼いて乗ってあったりとか、卵焼きがちょっと添えてあったりとか。なのでね、やっぱこういう海苔弁とかね、海苔っていうのはすごい美味しいなと思います。ちなみにこれ書いてくれた方、海苔、ハート、ハートって書いてますけど、海苔は何海苔がいいですか焼き海苔それとも、 あの、韓国海苔それとも味付き海苔みたいなね。いろいろ海苔一つにとってもね、実は刻み海苔が好きな方もいらっしゃるし、ね、もみ海苔が好きな方もいらっしゃるしね、いろいろいると思うので、ぜひこういうのもね、教えてもらいたいなと思います。まあね、こんな感じでね、いろいろね、好きなお弁当のこと聞いてきましたけれども、あの、 意外だったのが、まあ、こういうチャプチェとかね。あとね、あ、一つもう一つあったら韓国で行くと、ヤンニョムチキンっていう人もいましたね。ヤンニョムチキン。これがびっくりしたんですけど、ヤンニョムチキンって私もね、大好きですよ。ヤンニョムチキンってね、ちょっと辛い、あの、チキンなんですよ。韓国のちょっと甘辛くね、味付けされたちょっと辛めのチキンなんですけど、 って結構いがすするんですよねあれお弁当入ってて大丈夫なのかなと思うんですけど、大丈夫だったんですかね <laughs> お弁当に入ってるって言ったら、それね、絶対最近の若者だと思いますよ。だってそもそもヤンニョムチキンなんか最近ですから出たのって。なんかね、あの、あとね、これ高校生とかに聞いたりすると、お弁当のおかずじゃないんだけど、お弁当によく入ってたものって聞くと、なんかね、スティック状の あの、カレーなんですって。スティック状のカレー。これが、ちょい食べカレーっていう、なんていうのかな。 スティック状でちょっとね、あの、カレーをね、つけて食べれるっていうね、ソースになってるそうなんですね。カレーソースみたいな感じで。細長いスティックでね、自分でご飯にちょっとカレーの味をつけて食べるっていう、これがお弁当によくね、ついてたっていう方がね、何人かいました。私の時はね、ふり、せめてふりかけ大人のふりかけとかね、ああいうなんか、そういうのが多かったので、え今はそういう液状のものっていうかね、<laughs> そういうなんかジャムみたいな感じでちょっと手軽にね、自分 でカレーをつけて食べるんだと思ってだいぶびっくりしましたけどまあ、そういう風にねあのー、ご飯のお供みたいな感じでつけるものがあるそうなんですあとね私これスーパーで見てびっくりしたのがご飯ですよって知ってますか皆さん海苔のね佃煮私海苔の佃煮大好きなんですけどご飯ですよもう今スティック状で売ってるんです1回分ずつ だからお弁当に乗せて持っていくと、そのご飯にそのスティック状のね、チューブだけかけて食べることができるので、昔はね、瓶を持ち歩かないといけなかったのでね、さすがに持ち歩いてなかったですけど、それぐらい私好きだったので、見つけた時にはめちゃくちゃ嬉しくって、ああ、これがね、こんなね、ちょっとしたね、小分けタイプになってるんだったらすごくいいなって思いました。 なので、今ね、白ご飯が苦手なお子さんも多くなってきてるし、あの、お弁当のおかずね、ちょっと今日少ないわ、とかね、お母さん悩んだ時には、そういったものでカバーすると、ご飯もパクパクいけると思いますので、ぜひね、いろんなもの活用してください。 さあ、今日のテーマはお弁当ということで、今まではね、皆さんからいただいたお弁当の思い出エピソードとか、私の思い出エピソードをご紹介してきました。さあ、ここからは、もうね、毎日お弁当作りにね、追われてるとか、なんか毎日どんなメニューにしようとかね、悩んでる方、作るの大変っていうね、お母さんとかね、まあ、自分のために作ってる方もそうですけど、皆さんのお弁当作り、 そして、ね、時短テク、そういったことをね、ぜひお伝えしていきたいと思います。やっぱりですね、忙しい朝お弁当を作り続けるためにも、ちょっとでも楽したいですよね。でもみんな、どうやって時短にしてるのかなって多分ね、不思議に思ってる。だからそういういろんな方のちょっとコツをね、あの、まとめてきましたので、ぜひ紹介していきたいと思います。皆さんが、まあ、どういうふうに時短をするのか。 結果として一番多いのは、あの、前日の夕食の残りを使う。これがもう圧倒的に多いそうです。もう一つが、次が冷凍食品を使う。 この二つが時短テックとして、三人に一人のシェフ主婦の方がやってるっていう風に結果に出てるそうです。で、この夕食の残りを詰めて時短している人っていうのを意見が、やっぱり、あの、朝のお弁当作りで一番いいのが、例えばハンバーグがメインであって、ポテトサラダ、そしてウインナーと卵焼き。こうやって聞くとめちゃくちゃ豪華じゃないですか。 ね、ハンバーグがメインで、ポテトサラダが添えてあって、は、玉焼きと、あ、卵焼きとウィンナー。めっちゃ豪華。なんだけど、実は、これ、晩ご飯のハンバーグを詰めて、そしてポテトサラダも晩ご飯のポテトサラダを詰めれば、朝作るのは卵焼きとウィンナーを焼くだけ。ということで、とっても簡単なんだそうです。確かにね、豪華に見えるけど、晩ご飯を詰めればね、すごくいいですよね。 で、もう一つ、やっぱり主婦の方が考えているのは、夕食の残りを使うことで、朝一でメニューを考えなくていいこと。それでゆとりができるそうなんです。確かに朝起きてから、ああ、これ何作ろうかなって考えるのも大変だし、前の日の夜も、ああ、どうしよう、明日何作ろうとかね、材料あったかなとか考えちゃうとね、大変かもしれませんが、夕食の残りを使えば、 常に何を詰めるか考えられるので、ちょっとしたね、添えたものでいいですよね。なので、すごくいいと思います。これはな、特にね、でも今の時期は、夏場はね、時間が経つとおかずが傷んでしまうので、ちゃんと朝に再度加熱をして、しっかり冷ましてから詰めるっていうのもね、おすすめしたいと思います。 そして、冷凍食品を使って時短している人。まあね、私も冷凍食品ってすごい推奨してるんですよ。なぜかというと、皆さんに備えておいてほしいものの一つとして、冷凍食品よく言ってるんですけど、災害対策でもめちゃくちゃ冷凍食品で役立ちます。一番いいのは、冷凍食品、今、唐揚げとか春巻きとかね、ハンバーグとか白身魚とか、いろんな種類の冷凍食品あるんですけど、自然解凍可能って書いてあるやつ。 自然解凍可能って書いてある冷凍食品を日頃から冷凍庫に入れておくだけで、もし災害時に停電してしまった時。 ねあの、それでも調理器具が使えないってなっても自然解凍したら食べられるので、そういうふうに普段からも食べられるし、お弁当に詰めれば、保冷剤の代わりにもなる上に、お昼には食べ頃になってるので、溶けてね、すごくおすすめです。なので、冷凍食品もぜひね、あのー、お家にあるといいと思います。今ね、昔はなんか体に悪いみたいなイメージあったかもしれないですけど、全然そんなことないです。ちゃんとお魚も取れるし、お肉も美味しいし、しっかりとね、冷凍食品ね、用意い。 しておくとといいと思い思ますそしてね、冷凍品っておかずだけじゃなくて冷凍野菜もあります。これ、あのー、なんと今、ほうれん草と揚げなすとかね、そういう冷凍野菜とかもあるので、そうしたものをちょっと隙間に詰めたり、かぼちゃとかもね、冷凍も煮、煮た冷凍かぼちゃとかも売ってるので味がついた。 そういうカットされたものをちょっと隙間に入れてもう黄色で綺麗ですよね。なので、寝坊した朝とかね、お弁当に隙間ができた時とか、そういう時には冷凍野菜とかを隙間にちょっと入れてあげるとね、いいと思います。もうカットされてるとか、茹でたり揚げたりされている冷凍野菜が結構販売されてるので、お弁当作りのハードルがね、すごく下がると思います。ブロッコリーとかね、そういったのも全部今売ってるのでね。 隙間に入れてあげてください。他にもまとめて作るとか前日に作るっていうことで時短している人も多いそうです。作り置きのおかずがあれば朝の時短にもなるし、お弁当に詰めるおかずの種類が増やせるということで、なんかやっぱね朝バタバタしたくないとかね、もう休日とか前日とかにおかず作りを頑張っておくだけで平日の朝が楽ちんっていうこと。もうねやっぱり お弁当作りの時短になるだけじゃなくて品数を増やして栄養に気を配りたいっていう方も手軽に手作りのおかずを詰められるっていうのが人気だそうです。作り置き で、確かにもうここ最近流行ってますよね。なので本当に作り置きがあるだけで5種類作れば、まあ3種類でもいいですけど、3種類作れば毎日3つ詰めれば3種類のね野菜が取れたりとか、そこにちょっとメインとね、あの卵焼き焼くとかでもいいですもんね。なので、ぜひね、そういう風に作っておいてください。作り置きにはガラス製の保存容器がおすすめです。透明で中身が一目でわかるっていうのと、冷蔵庫から出す時にすぐにこうパってね、 選んでね、すぐ手に取れるので、それも時短になりますで。いろんなね、種類のおかずを入れても、ガラス製品だと容器に匂いが移りにくいので、タッパーと違ってね、ガラス容器だときちんと洗ったらすぐ匂いが取れやすいので、そういうのもおすすめです。他にも、メニューをもう一週間分決めておくっていうね、そういう時短をしている方も多いそうなんです。前もってもうメニューを決めておくことで、一週間も同じ、 あの、卵料理でも、最初はオムレツ、1日目がオムレツ、次の日はゆで卵、その次の日がだし巻き卵、みたいなメニューを決めてローテーションすることで、朝何を作るか考える時間を減らせるっていうことらしいです。すごいですね、これ。お弁当がマンネリ化しないのもメリット。 確かに、なんか私のイメージだとお弁当って卵焼きなイメージだったけど、ちゃんとオムレツ、月曜日はオムレツ、火曜日はゆで卵、水曜日はだし巻きとかね、決めておくといいですね。だってさっきね、あのー、初めに言ってたけど、卵焼き一つでもバリエーションあるので、月曜日は甘いやつ、火曜日はしょっぱいやつ。 水曜日はだし巻き、木曜日は具だくさんとかね、やっていくと確かに結構一週間決められるかも。うん、これもね、いいかもしれないですね。あと、メニューをおにぎりと汁物に決めて時短しているっていう方もいるそうです。ご飯を白ご飯でおにぎりじゃなくって、炊き込みご飯とかに一週間して、あの、おにぎりと スープジャーに具だくさんのスープを入れるっていうのを決めているらしいので、確かに炊き込みご飯だったらお野菜も一緒に取れるし、そしてそれに海苔とかを巻けばミネラルも取れるし。 で、お魚とかのね、入ったあの、炊き込みご飯、まあ、鮭とかほぐしたり一緒に入れると、お魚も取れるしね、いいかもしれないですね。スープジャーに具だ山さんのスープ入れるってことは、前の日のやつとかをしっかり加熱して入れればね、すぐ食べられるので、それもいいと思います。ね、こういうふうに、実は皆さん、時短のテクニックっていうのをね、いろいろやってるそうなんですけど、お弁 お弁当のおかずを工夫するんじゃなくて、お弁当の容器を工夫するっていうのもね、あるそうなんですよ。なんと、今はお弁当 弁当箱っていううのがどんんぶり型とかあるそうなんですおかずが一つで済むどんぶり型の弁当箱。これだと、おかずをご飯の上に乗っけるどんぶりランチが楽しめるっていうことで、あの、おかご飯にね下を、下に白ご飯を入れて、その上の部分の蓋というかね、専用の容器に、親子丼とかカツ丼とか、どんぶり用のおかずを作るだけでお弁当が完成する。このどんぶり型のお弁当だったら確かにいいですよね。 だって、家族分親子丼をバーって作って、それぞれね、その中にちょっと包めてね。食べるときにそれをご飯の上にスルッとかけて、よくコンビニでね、お弁当、親子丼とか売ってますよね。容器上と下に別になって。あんな感じのお弁当箱です。あとはね、スープジャーもね、いいと言われています。スープジャーって、汁物を持ち運ぶのに便利なんですけど、このスープジャーがあるだけで、具だくさんにしておくだけで、前の日も飲めるし、次の日もね、お弁当に持っていけますよね。 で、おかずが少ない時でも、そのスープ自体に味噌汁でも何でもおかずがいっぱい具が入ってれば、あの本当にシンプルなおにぎりとかでも全然いいと思うので、ぜひね、あの皆さんもこういうものを活用してください。ちなみに、私一回ですね、キッチンカーのメニューを定番化しようと思った時に、すごいね、面白い社員食堂をやっているところがあって、そこをね、すごい いや、アイディアが良かったから真似したいなと思ったことがあったんです。で、なんで、ね、そこは月か水木金で社員食堂を作ってるんですけど、あの、毎日、毎日そのテーマが決まってて、月曜日は週の始まりで良ド丼だから丼物って決まってるんですよ。で、火曜日は火がつくから辛いもの。 出すんで、スパイシーなもの、スパイシーチキンとか出して、水曜日は水だから海のもの、魚介を使ったものとか、で、木曜日は木だから、あのー、 キノコとか、そういうね、森のものを使ったものとか、で、金曜日はカレーみたいな、なんかそういうのを決めてる社員食堂があって、めっちゃ面白いなと思って、用意丼だったね、イケイケドンドンみたいなね、丼ぶりをするそうなので、めっちゃ可愛いなと思って、うちのキッチンカーもそういうのできたらいいなって思いました。だからね、皆さんもなんかそういうテーマを作っておくと、やっぱお弁当作りを大変って思うんじゃなくて、楽しいとかね、美味しいって思ってもらえたらいいと思うので、こういうふうに私たち が思いい出エピソードで語るぐらいお弁当ってすごく思い出に残るものなんです。なのでね、ぜひ作る側も楽しんで作っていただけたらいいなって思います。 さあ、あっという間にお別れの時間になってしまいました。今日のテーマはお弁当でしたが、皆さんはいかがでしたでしょうかお弁当って聞くとね、ワクワクする人もいたり、あ美味しかったなとか楽しかったなとか、これからまた作り続ける方もね、皆さんにとってちょっとプラスのお役立ち情報になったら嬉しいです。さあ、そしてここからは私からのお知らせです。8月9日、10日、 新宿の三角広場というところで高校生ボランティア,アワードというものが開催されます。こちらは歌手のさだまさしさんが立ち上げた財団法人、風に立つライオン基金さんが主催のものなんですけれども、こちらで全国にいるこの高校生の皆さんが日頃から続けているささやかで偉大な活動っていうのを応援するプロジェクトなんです。高校生ボランティア,アワード。こういう方たちの日本で 唯一この日に。 全国から高校生たちが集まって、自分たちが取り組んでいるこのボランティアの活動を発表する場になっています。ここで、なんとレスキューキッチンカーがコラボして、こちらで出展いたします。高校生たちが考えたメニューを出したり、そして皆さんにね、知ってもらいたい。私たちが防災とかね、災害で役立つ食品とかをね、ぜひ足しますので、あの、2日目だけは一般の方入れるので、ぜひ遊びに来てください。皆さんの取り組み、ささや だけと偉大っていうテーマがいいですよね本当に続けることの方が難しいボランティアなので高校生の皆さんがこういうことに取り組んでくれてるって知ってもらういいきっかけになると思いますさあそしてもう一つ私からのお知らせです中村しおりが代表を務める日本食育 HD カレッジでは食育と防災が同時に学べる日本初の資格食育防災アドバイザー認定講座を開催しています 実践カリキュラムで美味しいランチ付き、学んだその日からすぐに役立つ内容となっていますので、自分自身、家族、大切な方への備えを学んで、2日間で資格取得してみませんか詳細はインターネットで、食育防災アドバイザーと検索していただけると、東京会場、鹿児島会場の開催日程がご覧いただけます。災害はいつ起こるかわかりません。 ぜひ、食育と防災を学んで、備えを心がけていきましょう。この番組では、皆様からのリクエストやメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、info.892fm.com。小文字で、info.892fm.com。ファックス番号は、千葉043-441-5592。 043-441-5592です。中村しおりの食育防災ラジオまで皆様からのメッセージをお待ちしております。もうね、8月に入ってどんどんね、暑さも増してきました。皆さん熱中症対策とかも気をつけながら本当に元気にね、笑顔で毎日過ごしましょう。それではまた来週お会いしましょう。このお時間は食育プロデューサー中村しおりがお送りしました。